はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。プロジェクトクロスゾーン2、では前回の続きからやっていきたいと思います。ちょっと動画でいくと23話からかな、ちょっとチャプターをつけてみたんですけれども、多分ね、付け方は間違ってないと思うんですけど、なんか自分のパソコンとスマホだとなんかチャプター機能がうまくいかないんですよね。で、なんかちょっと他の方のチャプターつけている、まあ、YouTube の動画説明欄を見てみても、どうもチャプターが表示されてない。まあ、何分って入れるとそこからチャプターができるみたいなんですけど、なんか別の人のやつを何個か見てみてもなんかチャプターに飛べないんですよね。なんで、まあ、YouTube のチャプター機能がなくなっちゃったのかちょっとはわからないですけれども、まあ、もしチャプター見れないよとかチャプター見れますよっていうのがありましたらコメントとかでいただければありがたいです。ということで、じゃあお話の方は次第25話ですね、進んでいきたいと思います。ふん、ただ待つというのも退屈なものだ。ゼファ、教会を調べてきたんでしょ？何かなかったの？ああ、何もなかったぜ。前はカイトたちの世界にスーッと行ったんだがな。やっぱり周りにあるキングサリが関係していると見るべきでしょうね。ま、ドクターを待つしかないな。待て、教会の方から何か来る。は？さっきは誰もいなかったぜ。飛び出すタイミングを逃したか、どうする？ここにちょうどいい具合にスペース集音マイクがあります。スイッチオン。どこまで集音できんだ、こいつらは。牛と馬じゃないか。おお、寒、雪降ってんじゃねえかよ。文句を言うな。毒、メズ、毒、ゴズ、どっちか知らんこれも仕事だ。そっちはどうなんだ。破片ばっかりだぜ。やっぱり細かいかけらにはキングサリは反応しねえな。そのようだな。俺も破片ばかりだった。破片ならば無視してもいいとサヤ様は言っていた。あとは、ん？あ？どうした？おい、ありゃ神羅のドンガメじゃねえか。シャドルーが使っていた戦艦が落ちたという連絡は受けているが、まさか誰か乗ってんのか。どっちにしろぶっ壊しておくのがいいな。オーマのエージェントの馬と牛コンビだな。ま、さすがに気づかれるか。破片というのは何のことなのでしょうか。わからないけど、問い詰めるわけにもいかない以上今は後手に回らないよう出た方がいいと思う。よし、ゲームコーナーで遊んでいる連中を呼んできてくれ。リョウやアクセル、カイトにモリガンあたりがいるはずだ。飯食ってる連中はどうする。アリサがアティ先生に料理を教わってたみたいだが。そいつらもだ。待つんだ、また誰か来る。うっさ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 、冷えるぴょんねー、寒いぴょんねー。お、ウサギ野郎、遅かったじゃねえか。この始祖様に生意気な口を聞くなぴょん、下っ端の牛の分際で。あ、このウサコ、鍋にして食っちまうぞこら。むー、いい加減にしろ。毒どっちなんだ、メズ、ゴズいつ死んだの連中が出てくるかわからん。それで始祖、そっちはどうだ。ふん、細かい破片ばっかりぴょん。こんなものをこの始祖様に拾わせるとは。文句は言わせねえぞ、俺らの計画を利用しているくせによ。そりゃそうだ、パリの怪人の生き残りはオイラのみ。確かに今のままでは戦えんぴょん。我々の計画の完遂はお前にとっても損ではないはずだ。無駄にいがみ合う必要はあるまい。うん、分かっているぴょん。こっちは大人だな。ち、すっかり知的系キャラになりやがって。馬さんよ、お前がアホすぎるからだ。牛、俺までそうなったら計画が進まん。ところで、そこにある赤い車は。ああ、神羅の車両だ。さっきから動かないが油断はできん。邪魔なことに違いはないぴょんね。プレリュードの一斉射撃で破壊しておくべきぴょん。パリの怪人始祖、どうやら大間に協力しているようですね。もう少し情報を集めたかったけど、そろそろ限界ようね。出ましょう。おっと、待った、奴らの言っている破片ってのに興味ないか。バシロン、何か考えがあるのか。どうせ飛び出すんだ、その前にやれることをな。ゼファ、手伝え。あ、何やらせようってんだよ。スクエアガーデンってことで思い出したんだよ。奴らから破片をプレゼントしてもらおうぜ。プレゼントって、おい、まさか。何をするつもりなんだ、バシロンのやつ。本当にやんのかよ、バシロン。この状況を打破するためにはしかない。
奴らからあれをぶんどってやるんだよ。気が進まねえな。これ熱いんだよ。文句を言うな。装着だ。着ぐるみじゃねえか。メリークリスマス。メリー。バシロンとゼファー、車両の裏で何をしているんだ。もう待てんぞ。トナカイしかいないよ。トナカイ？こいつらもワープができんのか、バシロン。いつの間にそんなものを身につけた。旦那、旦那。何者ぴょん、お前たちは。お忘れですかい？パリの怪人、トナカイ怪人のロシュバンドナトナ。ちょ、言いづらい。俺、ファゼダトナ。そんなやついたぴょんかね。さ、最近復活したばかりトナよ。ファゼ。それでいいんじゃね、トナ。まあいいぴょん。お前たちの持ってきた破片をよこすぴょん。破片？さっきから何なんだよそれ。おっと、ファゼは冗談が好きだな、トナ。ちょっと黙ってろよ。シゾウ様、俺たち破片が見つからなくて困ったトナよ。だからせめて大間の奴らにそれを届ける仕事をさせてほしいトナ。届けるも何もすぐそこだぴょん。ほら、かっこつかねえじゃん、トナ。だから運ばせてやがれくださいトナってこと。シゾウ様はその間にいけすかない神殿の車をぶっ壊してくださいとな。なるほど、それはいいぴょんね。じゃあこれを牛と馬に渡すぴょん。おお、結構ありますとなね。これ何ですとなか。どうやらそれは。おい、何をやってやがる。なんだそいつらは。見えなかったのかよ。普通見えんだろ。わ、いや、ロシュバン、もう限界だぜとな。ち、もう少しのところで。これはすまんとな。今行くとなよ。こうやって箱詰めをしてと。ん？あれ？おい、この箱って。いちいち箱に詰めなくてもいい。早くこちらに渡せ。どうするつもりだよ、バシロン。こうするんだよ。うわ、足が滑ってしまった。クリスマス。これはクリスマスプレゼントか？うさ、何してるピョン。この間抜けが撒き散らしやがって。いいんだよ、それが目的だからな。ふう、あっちいな。やっと脱げたぜ。ん、貴様ら、パリの怪人ではなかったのか。その通り、今だ野郎ども、プレゼントを受け取りな。うまく敵の注意も引きつけたし、お見事です、バシロンさん。見事ですか、あれ。お前たち、隠れていたピョンか、過激団。だけど、遠くに投げすぎじゃない？舐めやがって。これじゃあ10分もしたら破片が消えちまうじゃねえか。10分で消えてしまう？どういうことですか？よせ、牛、それならそれで構わん。まとめておかないと力が失われる。荒紙のような軍隊ということですか。まるで生きているみたいですね。よし、押収して博士に調べてもらおうぜ。破片、ますます怪しいな。け、めんどくせえ。お前ら奴らを片付けろ。シゾ、協力してもらうぞ。元はといえばお前のミスだ。うっさー、わかってるぴょん。すぐ目の前にプレゼントがある。敵の増援？邪魔される前に箱に詰められた破片を回収しなくては。牛のやつ10分くらいしか持たない、そう言ってたよな。それだけあれば大丈夫。さあ、プレゼントを集めてまとめちゃおう。てか、なんでばらまいたんだ。10ラウンド全てのプレゼントを回収できないと負け。てか、なんでさ、10分くらいって言ってたのにさ、ちょうど10分なの。どうしようかな。なるほど、先生は絶対入れたいかな。まあ、さくらのとこに入れとくか。で、キャプテンコレダーはここに入れとこう。で、こっちの先生はバシロン組に。OK。Y で回収しよう。あと10分です。ちょっと機動力が大事だよな、やっぱり。バシロンはこっちにいるのか、一番遠いところに派遣しよう。ここか。まず、まあ、これは、これどうしよう。後ろのやつに任せた方がいいかな。始めましょう。あ、すぐこれいけんじゃん。よく考えたら。
残り9個です。スキルで、ダメだ。移動力アップがあればなと思ったけど、先にこいつを攻撃するか。お仕事はすま、ブロックありだからこれでやって、ほい、誰も傷つけさせない。いやー、バシュロン組はなんだかんだで使えるよな。最大のコンパニオン、アーティ先生、突撃、隣のボインちゃん。で、ユーリーはそこそこ移動力があるはず、5だから。残り8。こっちとかにもなんか増援出てきそうだけどな。2人ずつ向かわせるか。で、あとはダンテも一応5。6キャラがいないな、バシュロンたちしか。サクタも5だしな。え、この時代に弁護士いるの？弁護士制度っていつから始まったんだ？大正時代にも弁護士はいたのかな？倒すか。あ、こいつらが6か。左上は任せよう、ゴッドイーターチームに。準備 OK。 来るね、いきなり来るか。反撃をしとこう。この先生に任せちゃってください。もう傷つけさせない。これで終わらせない。あ、ここのキングサリはまだいっぱいあんじゃん。全然気にしてなかったけど、これってさ、サヤの部下じゃないの？一応牛馬にも渡されてるんだ。かわいそうだな。うん、倒そう。なんかすっげえかわいそうなことした気分だ。あ、こいつは来るな。150だから防御しよう。 XP が0になってしまった。モルボルバリの臭い息を吐いてきた。やっぱり左上だな。あれがちょっとめんどくさそうだ。手加減はできない。そこだ、こいつら。ファイアワーク4月に基本だ。リボン、そこだ。この戦い負けられない。裏はずき。腹が減ったな。糖分が足りなくなってきたぜ。こいつらでね、倒せるかっていうのがね、あるんだよね。2000与えたけど。あ、これは絶対いけるな。さすがに。いや、怪しいな。キャプテンストーン、これで完成だ。燃え尽きるぞ。マジか、超弱え、こいつら。なんなんだ。1700とか。敵の攻撃より弱えし。皆さん、ご一緒に。いけ！
よし、20。そう、スキルスロットもね、ちょっと整理したけど、なんか CP を使ってまで欲しいなっていうのがなかなかないんですよね。わかりました。よし、これを取って、こいつは上に行こう。で、ロックマンが下担当で。で、1、2、3、4。あれ？それでいいのかな。これでちょっともう完全にあいつは仕方しよう。さあ、ここは援護しちゃいます。誰も傷つけさせない。240か。なんとかミスしたからな。ゴッドイーターはこっちに行くと。で、ウッサーはちょっとこいつらに任せよう。排除できなかったからな。まったく世話のかけるやつだ。経験値の割り振りはどうなってんだ。二人で共通だよ、ハセオ。リプタイン。私ね。で、こっちも一応分かった。牛と馬がいるからな。これどうしよう、マジで使い物にならんぞ。レディーゴー。使い物にならないとか珍しいな、このゲームで。まずこれ外してもらおう。すげえな、ほんとすげえな。なるほど。桜がごとし、修行がまだまだ足りません。反撃食らうか。あー、食らうな。しまった、回復できねえわこれ。まあ、2回連続でね食らうわけじゃないけど気絶したあいつ。意外に気絶カウンターとかついてたりするからな。封印されたな。先生に任せちゃってください。お任せします。うん、こっちに来るか。90% か。攻撃をしよう。俺もやらせてもらう。ドポイントはあるな。こいつも来るか。絶対技使ってくるな。まったく女の子になんてことをするんだ。だから君たちはモテないのだよ。1万か。1万はちょっと。5000当たらなかったか。あ、5000当たったか。なんか最近ちょっと火力が足りない気がすんな。おお、射程が長い。お、敵の増援か。ガッハッハッハ、ドクロボー様のご到着である。オーマイガー、パリの怪人だけじゃないの？よりによってめんどくさい魔人が。武器、めんどくさいことは何事である。めんどくさかったのはこの俺様なのであるぞ。もしかして、あなたも破片を集めているんです？そんな細かいことは俺様の知略にふさわしくないのである。集まらなかったんですか？この頭脳にふさわしい破片ではなかっただけのこと。その代わり、こんな連中を手なずけたのである。あ、箱がいる箱。こいつら、
バーゼルのモンスターじゃねえかよ。我が知略を理解した優秀なる勇者なのである。あんまりインテリジェンスのパラメーターが高いモンスターには見えないけど。へっ、お似合いだぜ、ドクレ野郎。わかるか、この俺様にふさわしい部下たちが。さあ、お前たち行くのだ。いちいち付き合ってられるか、突破するぞ。だが、パリの怪人にニューヨークの魔人がここにいるってことは、シンラのチームの方にも。ああ、帰りの遅さから考えて、彼らも巻き込まれている可能性が高い。この場は切り抜けて、助けに行った方が良さそうだな。行くぞ。いや、もう片付いたよ。残念ながら。ゴールデンミミック。プレゼント回収はまだ時間があるから、ゴールデンミミックを優先しよう。ゴールデンミミック。いいぜ。行くぜ。これ横とかあんの？ゴールデンミミック。296か。どうせガードが硬いんだろうね。かってえわ。ガード駆使して攻めるか。少し痛いぜ。ぶっ飛ばすぞ。燃えろ。殴りよし。悪く思うな。とどめを刺す。オーケー。ガードさえ崩せばなんとかなる。簡易テント、なんかそこまでいいものではないな。なんかもっと武器みたいなものだったらいいんだけどな。こいつらはあれがないのか。足でまといにはなりません。シシセンコ、フレイムフォロー、シルフィアール、よいしょ、振り注いで。おお、マジで硬い。負けません。行きます。友人賞、セイフリッツフォロー。お、待て。一つ一つ使おう。初めからこうしとけばよかった。ユーリ、今の戦い、いい。あと直すやつを直そう。ほいーほいー。ヒットポイント的にはどうかな。減ってるねー、やっぱり。でゴッドイーターはやっぱりもうそのままプレゼント一直線にしたいから。で50かー。こいつ倒せっかな。5500、すっげー微妙なんだよな。まずはこれでブロックを外してもらうか。連続攻撃で勝負をかける。ハイパートルネード。この私を侮るな、悪党キャプテンコルド。正義を抜くか。絶対無理だよこれ。何なんだ。あとこれ援護攻撃はあれなのかな。キャプテンコルダーもめっちゃ弱かったけど、所属チームに依存してんのかな。こいつ気絶してるから、ちょっと先にこっちを攻撃しましょう。皆さんこんにちは。オパオパの涙、アレックスピック、レーザービーム、フラッシュアタック、ヘビーボム。チャンネルはそのまま。10フィニッシュ。残ったか。クリティカルがな。もう一回出てれば。うわ、マジかよ。複数反撃してくると汚ねえ野郎だ。こっちを狙う。雑魚敵の方から先に殺しましょう。で、あいつはまあほっといて大丈夫でしょう。で、宝を取りつつ後ろから攻撃と。生徒には見せられませんね。強いやつは強いよな、やっぱり。この差は一体何なんだろう。道は自らの手で切り開いてみせる。行くぜ。父さん、私頑張るだけ。スターライトフィッシュ、インドリーム。これもプラズマパワーだから。ごめんね。よいしょっと。これで決まりよ。
攻撃力的にはこいつは悪くねえな。滅波動拳。満点とはいかなかったわね。さて届くかな。届くな。射程3って意外に長いよな。少ないチャンスを生かさないと。お、気絶した。やった。ロケットランチャーで決める。発射。排除するわ。車輪客おとめだ。よし、こいつもほっとこう。20レベルか、ようやく。じゃあこいつもうまくいけば気絶するかもしれないな。気絶技ねえし、こいつら。重ね当て、立ち休み、水月続き、えい。この戦い負けられない。よっしゃ、行け。三蔵だ、バラマジで。まあ、とりあえず崩し状態になってくれればそれはそれでいいや。ならない。まあ、しょうがねえか。ハーフだな。おう。いた、すげえ、死にそうだ。こっちに来るか。遠距離から詰めていくぞ。もらった。こいつはなぜかすぐ気絶すんな。レオンの攻撃が強いのかな。まあ150溜まってるし、行くか。任務を続行する必要がある。行くぞ。俺が面倒を見るぜ。怒りの鉄拳を。拳一つあれば。おお、こいつはもうレベル低いな。18か。20は欲しいよな。20は115% から防御しよう。効かんよこのボディには。な、後ろからで3000食らうんだ。1万か、かなりパワーあんな。あれ強えな。クロスブロックみたいなあれが発動すると一発がでかいからな。まあ、プレゼントは回収できるな。これ残り5個です。残り5個もあるか。おお、 99% 使えねえ。そしてこいつはなぜかすっげえパワーあんな。あと5個。まず X のところが1つあるだろう。これだと4個。 あれここはもう敵こいつだけか。だったら狙う。まずガード外そう。すげえ、本当に褒めるな。あれ、これ当たるか。つか。もちろん。足がふらついてるぜ。で、こいつはどうしようかな。ていうか、どこにあるの、あと。ちゃんと把握しとかないと、こっちにあるとか。1個でしょ、2個でしょ、3個。え、あと3個だよね。え、あと3個本当に。勝利条件。
全然わからん、プレゼントの数。あ、ここにあるじゃん。なんだよ、焦らせやがって。ゴッドイーターはちょっとこっち。さて、ウッサーをどうするかな。4万か、厳しいな。でももうボスキャラしかいねえかんな。こいつは殺せるからクリスで倒そう。ジェネシス、ジェネシスなら経験値をいただく。まあ気絶してるし、竜と剣の力も借りつつ。俺の拳を受けな。俺の拳が真っ赤に燃える。勝利をつかめと轟き叫ぶ。ロケットランチャー、ロケットランチャー途中で爆発しなかったか今。700、クソ、まさかシンラのやつら抜きでここまでいいようにやられちまうとは。覚えてやがれ、次にお仕置きを乗り越えた俺は強いぜ。お仕置きされるんだ。まるで意味がわからないんですけど。お仕置きのメニュー変えた方が良いのではないでしょうか。で、ダンテ死にそうだ。で、ダンテはこいつを倒そう。稼がないといけないし。親父、見ててくれ。全力で叩き込む。もらった。そう、アンスティンガー。どうしようかぜ。くだらん。おお、ようやく20か、こいつらも。できればここで平均レベルを20に上げたいな。2万2000か。竜と剣。なんかあるスキル。波動の構え。かっこいい。ブロックダメージ。あ、ブロックダメージか。サイドアタックプラス 50%。これサイドアタックの威力が 50% 上がるっていう解釈でいいんだよね。なんでサイドアタック、サイドアタックとバックアタックって多分違うからな。サイドアタックでいこう、ちゃんと。で、これは。俺たちに任せてもらおう。私のプラズマ武器はこれ。天国と地獄、どっちもね。うお、倒せなかったか。ちょっともったいなかったけど、しょうがない。うわ、18レベルか、遅い。ぬう、この馬不覚を取った。まさか破片を奪われるとはな。だが次はこうはいかん。おめえは返上させてもらうぞ。ヒヒーン。おめえ返上、挽回じゃなかったか。挽回するのは名誉です。おめえの場合は返上であってますよ。意外と間違えやすいんですよね。そうか別に間違えないと思うけど。7000、絶対無理。コマンドチーム出撃、一斉射撃だ。ミサイル発射。コマンドチームがまずそもそも弱いもん。最大出力で決着をつける。キャプテンコルド、正義を従え。地獄を受け。いやー、7000倒せないとか。4100しか当たんないもんな。95% だからまずこれ開けよう。あと3つ。気絶してるからブロックは関係ないよね。花組と星組で緊急リポートです。いいね、セリフがあったな今。華麗に決めます。9、擬態で勝負。とちょっと重いなこいつ。少し早めに。あー、ダメだ、クリティカ出なかったか。硬い、痛い。あー、気絶した、死にそうだ。これは単品で回復させよう。50% と 30%、 あれ 30% がない。アップル君がな、持ってないんだけど。まったくどういうことだ。よし、行こう。
後ろは取れないな。後ろ取れればね、だいぶでかいんだけど。あ、しまった。先にこれをやっとくべきだった。いいやりの当たり判定がいまいちわからん。どうだ、1万3000って減らせられるか。クリティカル出なかったな。いったか。さらばぴょーん。うっさ、戦力を分散させすぎたぴょん。分散させすぎたってまさか。その通りぴょん、それぞれの野望を秘めて動いているぴょんよ。しかしお前たちが相手となればこちらも徒党を組まなければいかんぴょん。楽しみにしておくぴょん。うっさっさっさ。なんだっけ、あ、ドクロボーだ。ドクロボーもいるし、姿を見せない乱丸に大変なことになりそうだね。ええ、コウマ、アヤメもね。アヤメはもう倒したよ。問題なし。プレゼント残り2個です。残り2個？ちょっと待って、どこだ？あ、そうか、中心のところと左のところか。モリガンチームは弱すぎてちょっと話にならん。まあ、レベル上げるとしたらどっかで一回ジェネシスとかかけてがっつり上げないとダメだな。あとはドクロボーとの防御しかできない。タイマンバトルか。うお、強い。しまった、こいつもまだ残ってたか。来るか。金の鎖が消えて増援かな。そうすると金の鎖が消える。はっ、大間の幹部様のご到着か。変だな。え、なるほどくん。あ、これはどういう騒ぎ。やっぱり出てきやがったか。ま、あの牛と馬がいる以上当然か。あ、さやさん、今は敵なんですよね。残念だけど、お目当ての新郎の子はいないわよ。私たちはお留守番なの。あらあら、残念ね。坊やと会えないなんて。まあ面倒がなくていいけど。もう、牛ちゃんに馬ちゃん、何をやってたのかしら。これはお仕置きね。車は残っているのに、新郎の子たちはいない。どこに行ったのかしら。下の階層にちょっと用があってな。俺たちじゃ服かよ姉ちゃん。そんなことなくてよ、若い子は好きだし、人数が少ない分始末するのも楽だしね。しれっと怖いこと言うなよ。さっさと破片を集めて逃げ出したいところだな。破片？ああ、あれのことね。分析すれば金の鎖のことがもう少しわかるかもしれないからね。金の鎖のことならこの前パリでバレちゃったじゃない。大間の新しい仲間、そのサルベージ場所の目印に過ぎないって。こういう子たちよね。ふん、大間の新しい雑魚どもか。ならば破片はサルベージの際に出たゴミみたいなものということか。そんなものを拾い集めてどうしようっていうのかしら。自分たちで出したゴミは自分たちで片付けるのがマナーでしょ。美化運動です。これはかなり感心できます。なるほど先生、それはおかしくありませんか。先ほど牛が言っていた証言はこうです。破片は散らばせておくと消えてしまう。逆を言えば、集めてしまうと消えないということです。そっか、放っておけば消えてしまうものをどうして大間集めてるんだろう。しかも、集まるのならそれでいいという感じですね。つまり何が言いたいのかしら、弁護士先生。私には何のことだかさっぱり。ふん、お前の頭では弁護士の考えることはわからないのだよ。矛盾は初めからあったのです。金の鎖の役割を思い出してください。あの鎖は、大間の怪物たちが埋まっている地点を指し示すものとされてきました。ですが、それならば、どうしてサルベージの住んでいない場所に先に破片が発生しているのか。何？破片があるということは、
その破片を生んだ何かが先に存在するということです。金の鎖が本当に怪物のサルベージを目的にしていたとしても、少なくともそれ以外破片を生じる何かとか分かる別の目的があるはずです。そしてそれこそがオーマが金の鎖を追う本当の理由なのです。なんだと、えこいつノリノリだなと。裁判の時ってこんな感じかしら。まあうまくいく時は、ああ勘の鋭い子って好きだけど時と場合によるのよね。余裕ぶってるけど当たったみたいだね。パリでコーマ・アヤメが言っていたな。兵隊のサルベージ以外の目的があるとすれば、101個のかけらがの話ですね。101体の怪物かと思っていましたけど、ふう、この場に神羅の子たちがいなかったのは不幸中の幸いね。おかしな情報が伝わる前に始末しましょうか、その車ごとね。そう簡単にはいかないぜ。反撃の糸口になり得る情報を必ず持ち帰る。あと6分です。こいつどこに出てきた？プレゼントの近くに出てきたっぽくね。ああ大丈夫か。危ねえ危ねえ。何、移動距離がない。しょうがない。こいつらはじゃあおびき寄せるか。無茶は禁物ですよ。中心によって、あれ、僕たちだ。で、あ、こいつちょうどいいところにいる。援護しよう。柔らかくしなやかに。1万5000か。ここら辺で待とう。有利はちょっと減ってるな。ほい。どこだ？いた。ほい。わかりました。で、横から。倒せなかったら技を使おう、もう。負けられない戦いなんです。神聖なる剣ぞ。浄化の炎よ、シルフィーロール。それ、聖なる槍よ。メイクアップ。えい。これがセクシー台風。ルミナンサイス。離れ。すごい。倒せた。169。ちょっとそれはもったいない。やめよう。一手5000食らうのか。X で技を使おう。後ろから行けんな、しかも。ブロックでまずこれを壊して、あれ、これ技変わった？こんなんだったっけ？無理するなよ。なんかあんまり X 使ってないから覚えてないな。で、本当だったら瀕死のやつをこいつで倒したいんだけど、バイオ組で倒すかと。あ、ジェネシス使いね。まあ回復させれば使えるけど、いいか。ジェネシスもブロック突破能力すげえな。お、反撃不能奥だった。サヤの射程に入んなければそれでいいや。こいつの12番12番のところで戦えばいいわけね。まずはじゃあこっちを狙うか。倒せるな、これ。どう考えても4300って。もう一発打っとくか。よし、これをちょっとヴァンパイアセーバーで倒そう。ジェネシスの力も借りよう。そしてデミトリー、お願いします。キャプテンコマンド健全燃え尽きろ。
909こんなはずでは。ディーブラスト&フィニッシングシャワー、ようやく15。こいつ気絶してるから倒せるな。さようならだ。おお、できればよし、攻撃で倒した。これはでかい。かなり経験値を持っている。ジェネシス使えばよかったかな。むき、細かい仕事の後にこの有様、腹立たしいのである。知略も腕力もどっちもダメだったな。もっと頭を使えよ、中身詰まってんだろ。いい気になるなである。いざとなったら頭突きでもこの刀でも使うのみ。そういう意味じゃないと思うが、さらなる知略と腕力を蓄え、貴様らの前に立ちふさがるのである。前向きだな。考えているのかどうかは別としても、ニューヨークの魔人か。俺は司令塔の姿が見えないのか気になるな。こいつは後ろからブロックはなし。本当はね、バランスを考えてブロックキャラを入れた方がいいんだけど、まあちょっと原作の仲間重視で。おお、危ねえ、プレゼントを取らないとこだった。残り1個です。あ、先に回収しておきますか、プレゼントは。 OK、 骨付き原始肉を入手しました。今ので最後みたいだ。集めた箱はまとめて積んでおかないと。そうじゃないと消滅するのよね。ああ、あとは博士に見てもらうとして、この場を何とかしないといけないな。よし、スクエアガーデンから敵を一掃するぞ。あれ、攻撃できなくね。なんでここは攻撃できない地帯なのか。よいしょ、了解よ。ここらしょ、んー、どっこいしょっと。覚悟しなさい。よし、ここで迎え撃つ。反撃しよう。これがハズキ流だ。基本だ。リモン、親父、見ててくれ。裏ハズキ、そこだ。加えな。思ったほどじゃなかったね。やるね。おお、複数攻撃か。なるほ。9200。見ちゃいられないぜ。何？ダンテ相手にそんなことを言うほどお前は強いのか。たかだか人間のくせに。う、倒せない可能性がある。これは。いやー、2回目クリティカル失敗したのがダメだったな。もう完全反撃できねえな。タコ殴りだ。あれ、こいつなんで、あ、毒か。で、あとは、こいつかな、やっぱり。ダンテの位置がちょっと悪いな。ダンテの位置に行けば4人入るんだけどな。ここでも入るか。1、2、3。あ、3体までしかできねえじゃんこいつ。いやー、おお、誰も倒せない。あー、5000くらいか。まあ経験値になってもらおう。こいつのスキル何があるんだ。あ、射程1とかあるんだね。天丼みたいなの持ってなかった今。燃え尽きろ、デモンクライド。終わったか。16。こいつだけちょっとダントツにレベルが低いんじゃないか。私たちだね。ブロック外して、ブロック外して終わりじゃないかな。いたた。
罰か。進むしかないもんね。意義あり。弱は意義あり。これって僕たちの自慢。よし、こいつ攻撃できねえじゃねえかよ。まったく何なんだ。私です。あやいさ。先にこいつを倒すか。そうか、カイト長谷尾組もブロックがないんだな。 PC ボディでの戦いにも慣れてきた。やばい、こいつらも20いってない、まだレベルが。行くわよ。最後ちょっと回復させとこう。 OK、 これでこいつをぶん殴る。ヒット数を稼ぐとするか。打ちゃいられないぜ。あとはこの3人だけか。来るね、複数技で。超強え。殺された。カイトが、こいつも7000当たってくんのかよ。100や、カイ。まずカイト復活させよう。まあ復活薬はいっぱいあるからね。128% 溜まってるから、このメンツの中で一番攻撃力高いのって誰なの。379、376、397、さくらが415か。こいついくつ。285。弱は参ります。やはり頼れるのはまず弁護士先生だな。私がついてるから。よし、これはクリティカル入ったでしょ。桜のごとく潔く終幕です。巻き藁を切るようにはい。で、この百式、百式回、まあ、百や回だけどね。百式回を、まずこれでガードを外して。このまま行きましょう。この一戦引けません。インパルス方式。25000。おお、ギリギリ倒した。ゴッドイーターも強いよな。っていうか単純にさ、装備させてる武器の性能か。ここまで来ると。元軍人。よし、これでいくか。誰も傷つけさせない。先制突破。切るぜ。そこだ。切るぜ。そこだ。ちょっと必殺技が使えないから。いって。はい。でどうしよう。ちょっと油揚げ食おうかな。まず一回バイタルスターを1個、2個、3個使おう。で。油揚げ食って、できれば後ろを取りたいけど無理だな。でこいつらブロックがないから、こいつ後ろ取れんな。よし、俺もやらせてもらう。まずはこいつだ。重ね当て切り抜ける。こいつブロック解除技の割にはなんか微妙だよな。決める。あ、ちょっと早かったか。ここだ。ああ、ちょっと遅かったか。ここだ。よし、倒した。
もうこんなことになるならもっと準備をしてくればよかった。シスちゃんの方もまずいかもね。やはりあのうるさいウサギちゃんもパーゼルに来ているのね。博士たちの方だろうな。帰還が遅いのはやはりそういうことか。金の鎖からのサルベージ、元々の狙いを果たしたから良しとしましょうか。その集めた破片、あまり長いこと持っていない方がいいと思うけど。せっかくもらったんだから、いろいろと調べさせてもらうよ。まあいいけど、私たちの計画に何か影響が出るわけじゃないしね。さて、次はあそこね。そろそろ大詰めだから、もう邪魔しないでね。まったくクエン女だ。大詰めなどと言っていたが、どこまでが本当か。俺たちの手元に破片があるのは紛れもない事実さ。奴はどこに逃げた？奥の教会じゃねえのか？来た道を戻ってったんだからな。もしかしてあの教会はさらに別の場所に通じて？博士たちを待って突入リポートするしかないようです。あとは百式を倒すだけなんで。おいおいおい、そんなずるいところに行くのかお前は。14,000を普通の攻撃だけでいけるかどうかだな。まずクリティカルを出さないとダメだ。全然遅い。あ、結構 100% 溜まった。倒そう。もうこれは片付いた。おかえりなさーい。時間はかかったけど無事だったよね。守備はどう？ガリジャーノンの言っていた妖精たちに襲われてな。素材の純金、純銀は回収できたが、点で粗悪の精霊揃いで大騒ぎじゃったぞ。シャドルーに、オーマに、コーマに、テロスさんに、他にも山盛りでした。やはり、下の階層にもオーマは出ていたか。こっちもサヤたちが動いていた。一緒にパリの怪人、ニューヨークの魔人もいました。オーマと協力して動くみたいです。サヤ、やはりそうか。金の鎖は回収されちまったが、ちょいっと面白いものを手に入れた。面白いもの？もしや、セガサターン！まあ、それも面白いけどな。こいつさ、悪敷きのはずがないわよね。何かのかけら？何のかはわからないが、あの金鎖に関係している大間の怪物たちが集めていた。鎖の破片ではなさそうじゃな。黒々としとるし、やつらがサルベージしとるものかの。せやけど、それって大間の兵隊のことやろ。そいつらの体の一部かいな。いや、なるほどの先生がうまいこと聞き出したのさ。金の鎖には2つの目的があるってな。一つはモンスターのサルベージ、そして二つ目の方が多分本命だ。その本命というのがこの黒い破片だというのか？多分な。で、これを博士にプレゼントしようと思ったよ。あらやだ、嬉しい。何がお望みなのかしら。恥ずかしい。望みは分析です。彼女らの本当の目的、そして対策がわかるかもしれないですから。ふう、つまらない子たちね。真面目か。子供相手に何やってるの。ともかく車の修理が先でしょ、博士。情報の共有もしておいた方がいい。よし、リュウキ1号に一度戻ろう。ラウンジに全員集まってくれ。博士は車両の修理と調整を頼むよ。ラジャーにして了解よ。一人でやるのか、例によって。博士、マジ大変すぎだな。問題なく動けるみたいだね。博士、これで完璧？まあ、まずまずかしら。金も銀もすごく高くて助かったのね、純度が。博士、例の破片、分析の方はどうなってるの？これからよ、それは。メインコンピューターの調整が終わったばっかりだもの。移動しながらやってくれ。ゆっくりはしていられない。お前ら課長だぞ、こいつ一応。課長をどれだけこき使おうとしてるんだよ。ホツマの言う通りだ。サヤが逃げたのはこの先か？そうよ。モンローウォークで教会に入っていったわ。金の鎖が消えて前と同じ状態に戻ったとすると、この先はザ・ワールドとつながっているってことですか？そうかもな。博士、なんかわかんねえ？コスモス、何かわかる？正面の建物入り口手前に
空間の歪曲が存在します。ですがそこからオーマを終えるんじゃないのか。そこまで大きな歪曲場ではないようです。次元転移を行える規模ではありません。追撃を防ぐために空間を閉じたか、それとも偶然か。なぜこの勇気1号が局地用特務車両と呼ばれているかご存知？揺らぎに干渉する装備があるのよね。こんなこともあろうかと。出た、伝統のこんなこともあろうかと。ワープホールが開けるというのかい。これが作られた年代と考えると破格の性能だな。交流時財閥の力を借りて糸目をつけずに作ったから、お金に。そのなんだかすごい性能でご期待に応えていってみせましょうか。すぐに。はい、少しドキドキしますね。お願いします。ディメンジョンダイブセット、ディメンジョンダイブゴー。消えた。てかあれだけさ、こんな街の中で大戦闘を繰り広げておいてほっぽらかしかよ。住人はとんだ迷惑だな。というところで、第25話これで終了したいと思います。